オミクロン含め、コロナはいつ頃就職されると予想されますか?。どうですか、日本のコロナは。収束。いや、なんか、かっこいいやつがあるじゃないですか。デルタクロン。デタクロン。もう、トランスフォーマーじゃねえんだから、すげえかっこいい名前のが。どんどん出てきますけど、えっと、ビルゲイツがなんか、まあ、オミクロンが最後のカ株太郎みたいなこと、なんか、無根拠になんか。そう、そうしたら、こ気がするんですけど。なんか、でも、そう、捉えちゃえば、別に就職させることはできると思うんですよね。まあ、諦めちゃえばですよね。いや、結局、そうなると思う。 なんかそのフランスに住んでるんですけど、フランスの人たち別にあのそんな怖がってないんですよね。はい、もう勝手に生きるし、はい、感染したら感染したってしょうがないよね。で、感染すると、あの、会社休めるんですよね。正確に言うと、感染した人って働いちゃいけないので、その診断書持っていくと、家でゴロゴロしてるだけでお給料がもらえるっていう美味しい状態になるんで、でなのであのみんな検査行くんですよね。なるほど。なので結果として感染者数が1日30万人とかいって、はい、30万人が、おお、働かなくてよかったらッキーって言って、ゴロゴロしてるっていう。 結局、日本も検査することのインセンティブがあればみんな検査するっていうだけの話だとは思うんですよ。で、それかかってデメリットだけがやっぱある状況だから、まあ、濃厚接触者でも休まなきゃいけないとか、そうなってると、なんかな、まあ、日本人は、あとは僕はあんまりこれ言いづらいんですけど、年齢によって単純にリスクが違うので、年齢によってパイ制限のはい、はい。 形変えるだけで、だいぶ変わるのになって、ずっと思いながら、ね。あ、確かにそうですよね。あの、別になんか、若い人、別にそこまで怖がってもね、えっていうなりますか、うん。あとは、うん、あの、切なクラスターとか、そういう問題も,もちろんあると思うんですけど。そうなると、施設と外部との接点のところが、どうしても見落とされがちだなと思うんですよね。現時点で、結構、あの、介護の方とか、あの、ドライバーやってたりする人いて。そういう人って、結構、最後まで、ピーシャル検査とか、後回しだったりしたんで、うん、あと、ワークチンも全然後回しだったんで。 そういうところケアすればなと思いますね。給料安いから、どうしてもね、そう,そういう人たち。後回しになっちゃうんですけど。高齢者施設に行く人とかって、後回しですもんね。まあ、えっと、コメントでビルゲイツって誰って来たんですけど、<laughs> なんて説明します。あのー、ちょっと前、ブイブイ言わせたら、金持ちってことですかね <laughs>。確かに。あの、ちょっと前まで世界なんか一位とか二位とか、金持ちだった人ですね。確かに。チャンネル登録、よろしくお願いします。